走り抜けるか。なんもねんかい。だから立ち上がれお前ら。お前ら立ち上がってもう一回攻撃してくるぐらいの誠意見せていいんだぞ。ほら来たよ。これリッカーじゃねえ。またどうも皆さんこんばんは、ゆりかげです。今回はですね、またバイオハザード RE3 やっていきたいなと思います。ね、前回まあ、ジルがね、どうやら、ね、あの最後のあのクソでかいやつあのね、クソでかいやつにね、あのね、最後に致命傷なのかな、まあ、傷を負わされて、まあ、感染してしまった。本来だったらもっと前から感染しててもおかしくないと思うんだけど、まあ多分ね、あれ味方的には、うー、病院のチーズありがてえ、まあ、感染してしまって、なんだ、何この不穏な音。何怖い。怖いってみじんも思ってないけどね。うわー、いかにもリッカーは出そうな雰囲気だな。ん？いるか。あ、死体がある。ちょっとこれは危ないから。ここ開く？開かないか。あ、待って。お前か。よし、死んでる。死んでる。死んでる、オッケー。いや、これはね、別に、ふざけてるわけじゃないんだよ。死体打ちとかそういうんじゃないから。勘違いしないで。あくまで、安否を確認しているだけ。手は尽くした。でも、あまりに無力だった。混乱状態で何もできない。死んでられない数の犠牲で勝てた。手圧するまま死んだり、感染していった。私たちは看護師であるいることは諦めた。今は感染していない祖父だけで立てこもっている。部屋の外からは、助けを求める声や、だまたまが聞こえる。でも、生き延びたるにはこうするしかない。患者を見捨てた。この罪の先はいつか、きっと下る。触れ合いが止まらない。それでも助かれない。上空からヘリの音。救助かと思い抱き合って喜んだけど、すぐに遠ざかっていった。今は坊さん、猛者のうめき声だけが響いている。絶望、気が狂いそう。ドクター・ヤング、アリアナ、ミランダ、ダコだ、ダコだ。みんなごめんなさい。何かに近づいて、助け。で、まあ多分その人は感染して、まあ、こういう惨状に陥ってしまったんだろうね。ロックピックがないから開けられないね。あれ、ロックピック誰が持ってたんだっけ？あれでもロックピック捨ててないよな。捨てたらもう終わりだぞ。多分もうないと思うんだよね。あ、いや多分そこの、このこと言ってんだな。オッケー、先行くぞ。ゴーゴー。なんだ？事務課からのお知らせ。ID カードの印外持ち出しは現金です。セキュリティ確保のため、退勤時は必ず各自に割り当てたらロッカーに保管して帰ってください。ロッカールームの鍵を中に落とったとの報告がありました。管理会社が回収するまで、施錠はスピアキーにて対応します。退勤時は事務課までご連絡ください。は、そういうことです。動き出したりしないっていう。それはありえない。中に、多分ここかな。すいませんね、ちょっと最近喉が、ね、喉の調子が良くないので。中庭って多分ここの、そうだ、ここ2階だもんな。どこ行けばいいんだ。どこ行けばいいか。ナースセンターかー。お、下行ってる。下行ってみる。ちょっと、これは俺じゃ通れないね。ほう、あ、なんかいるね。念のためちょっと準備はしとこうか。どちら様、ちょっと手を挙げて。なんで来ねえのか。ちょっとビビっちまったぜ。よし、死んでるな。うるさいな。うるさいな。静かにしておくれよ。こっち側から行け的なことでもないか。あ、そこか。ん？録音テープについてるメモ。ドクターB のテープがなくなった件、研究助手のアボットがナースセンターのロッカーから何かを持ち出して治療室に向かうのと私の担当している患者さんが見たそうだ。昨日夜勤の時
隙を見て探すから、あなたは焦らず普段通りに業務を続けて。ドクター B がどれだけ以下の判定に攻撃しても、あんな悪質なハラスメントは絶対に許されない。裁判で重要な証拠になるあのテープを握りつぶさったりなんかしないんだから、勇気を持って戦いましょう。あなたの味方より。オッケー、受け継いだぜ、それ、その意思。あ、あ、おー、おやすみ。当たらねえ、容赦なしだぞ。当たる、おーっと、もう一人。あのね、さすがに二人はきつい。また一人だ。待て、よし、一人は死んでる。お前ら死んでねえな。痛い、やめて、噛みつかないで。あー痛いね。ほら、おい、何すんじゃボケ、ほら、死にてえか。二度と起き上がんじゃねえぞ、クソが。よし開かないか。まあカードキーが必要なんでしょうね、多分。小木戸、今はわかるわけない。今はそっとしとこう。多分きっとどっかにヒントがあるはずなんだ。待て、お前平気か？なわけねえよな。ほら、ねんねしときなさい。はっ、オッケー。何がオッケーなのか分かんなかったけど、まあ死亡が確認できただけ。お前も、俺はもう近くにいるやつ全員疑うよ。安心できないもん。あのね、自分の近くにいるものが全部で全員ね味方だと思うな全員が全員敵さ味方だと思うんじゃねえぞ。完全に信用 しない、ね、完全に信用しない、ね、限りはで必ずそいつは裏切るんだ。そうやってね、あの、あ、やばい、行っちゃったー、行っちゃった。あ、やっぱなんだ急に、あ、待って、行っちゃった。あ、中庭の鍵、ちょっと待って、ん、戻れる、戻れないやっちまったなやっちまったなあ、こっから行けるんだ。ちょ、戻っていい、ちょ、も、戻らせて。え、ちょ、また2階行くしかねえや。え、どこ、 ありがとう。よし、こっから行け、どこですか、ここは。待て待て、いや、なんか来る。俺は、バイオの、お前割ってくれたろ、絶対。割れよ。え、か、え、ちょっと待って。あ、中庭だから上か。じゃあ、中庭だから上か。その理論もおかしいな。何が中庭だから上なんだよ。じゃあ、さっきの鍵は多分、向こう側だろうな。待って。今、左上見たかな？多分、オートセーブ入ったから。オートセーブ入ったから多分そういうことだと思うよ。あと誰か歩いてるでしょ。え、誰か歩いてる、え、聞こえん、じゃあこれ多分カルロスの装備のあの音だ全然違ったわ。どこだっけ、ここか、行こう行こう、ここだっけ。じゃあ今は必要ないな、何も。ここだ、全員起き上がってきそうなんだけど、気のせいかな。まあ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 、そこら辺は。で、多分これだよね。はい、失礼します。どちらかいる、いやー、すごい。おお、アイテムが一つしかない。
おっと、危ねえな、こんにゃ。二度とすがりついてくんじゃねえ。死人に口なしとはこのことだ。走り抜けるか。なんもねえんかい。だから立ち上がれ、お前ら。お前ら立ち上がる、立ち上がってもう一回攻撃してくるぐらいの推移見せていいんだぞ。ほら、来たよ。これ、リッカーじゃねえ、また。ほら。絶対リッカーだぞ。リッカーじゃない？なんだおめえ、虫みてえな骨格しやがって。ここはなん、動物園か、ほんとに。ほらよ、くれてやる。一撃ののしちまったわ。さて、果たしてこいつにアサルトが通用するのか。はたまた疑問なものだから、ちょっと待ってね。中庭ちょっともう一回確認させて。中庭全然確認ないだろ。そうだ、ここはあれだよ、金庫のあれがないとダメだよね。で、こっち側、ほら来たぞ。ん？どこ？どこにもいなくなってない。え？何今の音は？こん中が？あかんねえし。まあいいや。いねえんだったらいいや。いねえんだったらいいや。こっち側、あれ？ああ。やっぱ取り忘れてたじゃん。な。なんだよ、あぶね、もうちょいで損するとこだった。うん、あれ、これ向こう側から降りた方が得だったのか。ん、なんか今通らなかった、気のせいか。あ、ほら、もうやっぱ取り忘れてるわ。取り忘れがすごいわ。はあ、で、何ゲットしたんだっけ。カードキーか。よし、これで、行けるところ増えたんじゃない？来るぞ、絶対。こっちじゃねえよ。あ、ほら、人増えてるもん。一旦ね。なんか、ん？おかしかったな。失礼しまーす。なんか人増えてたもんね、今。パッと見で。ねえ。グリーンハーブ、とりあえずダブルハーブにしとこう。あ、じゃあ待って、もういいから、トリプルハーブにしとこう。オッケー。節約でもねえけど。いっぱい。よし。アサルト使ってこう。いや、待って、アイテムが多いな。まあ、鍵いらねえもんな、もう。で、多分重要なやつがあると思うんだ。落とし物の取り扱い。9、3、待って。右9、左3。オッケー。で、ここに重要なアイテムは？あれ？重要な、あれ？あれ？重要なアイテムとかなんかない、ないの？あれ？これだけ？あれ？うん。あれ？もっと他になんかあるかなと思ってんだけど。そんな、まあいいか。お前ら分かってるぞ。あれ？あ！ああ、そう、先行手榴弾だもんな。関係ねえよ。戻るか、じゃあ。一回戻ろうか。アイテム持ちすぎてもね、ちょっと困るから。あとね、しかも、ジルのね、今、あれが心配。
まですよね。そりゃそうだ。やっぱなんかあるよね。これ上から行けってことなのか。ちょっと一回戻ろう。でもちょっとジルが心配だ。ここも行けたって言いました。なんか錠前ついてんだと思ったけど、あれっす。これさっきすぐ、これ前回素通りしてたかもな、もしかしたら。でこれは一回預けて、これも一回預けて、これも一回預けて、いや預けよう。よし、大丈夫かジル、待っててくれよ。必ず助け出すからよ。さあもう一回行くぞ。アイテム補給とかもだいぶできたから、こちらが戦いやすくなったのはまた事実ではな。あの、カエル野郎、カエルみたいなんだよな、あのカエル野郎に。これが果たして通用するのかもどうかもまた別だしな。まあまあまあ、そこら辺は試してみねえとわからねえってこった。そう、あ、待って、あそこの中に錠前と箱があるんだよな。これ全部取ったらなんか発生するとか。そう、え、すご、ただ単にここはなんだろう、そういう場所ってだけか。あ、じゃあやっぱ多分こっちで、多分こっちのカードキーを開けたら多分こっち側が出てくるんだな、多分。あらかじめ言っとこう。あらかじめ予言しておこう。多分そうだ。さて、上に行って、上の、一回イグジット、毎回ここ外、ちょっと待って。今俺は聞くのがさらだったぞ。ほらあった。じゃあ、ほらあったって自分でこう言ったけどさ、多分ここにあったの気づかない俺が悪いよね。あれ？てかさ、やっぱそうだよね。こっち側行けそうだもんね、向こう側から。理念室、理念室ってなんだ。俺病院とかさ、マジで行ったことないからな。冗談抜きで病院とかマジで行ったことないから、マジで何室があるか分かんないんだよね。一旦右9、間違えた間違えた。右9、左3。はい、間違えた。スルーした。間違えた。何してんの。じゃあ。ねえ、前回の、間違えたよ。まだね、前回の RE3 でも、RE2 でもね、これに引っ掛けられたよ。何回も。何これ。デュアルマガジン。ひー、これまた大きくなるんじゃないの。なんなかった、よかった。ただ単にマシンガンがどんどん強くなっていく。ありがてえ。でこれをぶっ込む。で開ける。先進めるようになる。でゴミいらない。ゴミになったなる。何の研究してんの本当。絶対こいつら倒さないといけない感じだよね、多分。おっと、こんばんは。こっち側から来てない？ OK。 こんばんは。64発で入るのはでかいね。ちょっと待ってね、死亡確認できてない。 OK、 おやすみ。そうよね、もう仕事で疲れてるんだったらもうね、休んだ方がいいよ、素直に。倒しきれなかった。仕事で疲れてるんだったらね、俺から言えるのは素直に休んだ方がいい。そうした方がいい。うん。俺はそう思う。
仕事で疲れてるんだったら、皆さんね、嫌がおにもってちょっと使い方おかしいけど、休みましょう。うん、休んだ方がいい。多分これの声だったんだな。あいつらの声だったんだ。あ、ここか。まあいいや、後でていいんだ。とりあえず失礼します。こっちだ。おお、ハッピー。何がハッピーだった？ちょ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 、あ、やばい。あー、ちょっと待って、おかしいじゃん。おやすみ。これは俺の作戦勝ちと呼ぼう。当たってる、これ死んだんだけど、これ。嘘でしょ。なんか暗すぎて。ハンター、何ハンターベータって、何かっこよ。いや、かっこいい。んこれは俺の感じが狂ってんのか、それは。もう一回おやすみね。いるの分かってるよ。休んだ方がいいよ。休んだ方がいいってね。あー、マジか。めっちゃ外しまくってくるね。ちょっとよし、おねんね。これすかさずあれ取ろうとしても無理なんだけどね。結構厳しいわ。とりあえずで開けといて、でこれあらかじめ持っとこう。もうくらったかな。くらったね。あいつら扉開けるっていう能力ないかな。ゴーバーンそんなことあるんだね。何それ。ちょ、危ねえって。なあなあなあ、まあまあまあ待ってってな。どういうこと。逃げる。痛い痛い。ほら、カット。いやー、死ぬところだったね。死ぬところだったね。じゃあすまねえけどな、あれは。いやー、三連撃痛かったわ。まだ出てくるんだったら俺ちょっと泣いちゃう。あ、カセットテープ。これはぶっ込めるか、これ。よし、まあとりあえず、ん、待って、これだけで終わるなんて不自然すぎる。理念室なんかあるけど、とりあえず後で出ていい。よし、行こう。で、こっちから戻ればするけど、こっちから行った方がいい。降りてこねえだろ、さすがに。降りてくる のはあいつらにねえはずだ。あれ？どっから降りればいいんだ。あったけど、こっち側行くのどうしたらいいの？わかんねえわ。まあ、とりあえず行こうか。
無駄に変なこと考えてるね。進まねえもん、進まねえ。あ、そうだ、忘れて、な、大集合だね。あ、なんもねえや。うん、ほら来た。いやー、先行でも持ってくるんだったな。さあ、一人一人あー痛いよ、バカ野郎、このやばい、死んじゃうでしょ、死んじゃうでしょ。よし、戻る、おら、あの世に行きな、素直に。ちょっと待って、今のは俺の。よし、お前か、どれでもいい、正直。よし、防弾ガラスよく割ってきたな。よかった、安心できるわ。向こう、あ、ここはなんだ、病院の入り口的な場所だったのかな。でもバリケードとして封鎖するから結局通れなかったって感じかな。あ、そうだ、とりあえずこっちか。失礼します。なぜ博士のオフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと。生命科学の権威、ナサニエル・バードだぞ。私は君のように患者の下の世。あ、ごめんね。ごめんね。あ、おい、バード。バード博士。え、死んだる。タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。え、なんで。え、マジかよ、ワクチンは。今探してる。 PC があるはずだ、それで調べてみろ。え、先手打たれってこと、マジか。食事会の招待状。親愛なるドクターバード、ラクーンシティ医療特区の、設立計画について意見交換会を兼ねた食事会を開催いたします。あ、じゃあもしかしたらこれ多分この食事会開催して多分、まあ、バード博士を連れてって多分その時に本来だったら多分バード博士を、ま、抹殺する計画 だったんだろうな、多分。ブライアン・アイアンズ所長をはじめ、ラクーンシティの明治 の皆様がご出席予定です。博士にもぜひご出席いただきたいと考えております。セントラルホテル2階、レストランオリエント、お越しをここにお待ちしております。合衆国、上議員議員、党員議員、グレッグ・テスター、我が友、ネイト、例の新薬に関する法案は8月中に議会を通すだった。約束の金は当日手渡しで頼む。食後のあとはスイートルームで恒例のお楽しみだ。君はブルネットが好みだったかな。アイアンズにリクエストしよう。多分やっぱそうなんだろうな。だからそのスイートルームに多分連れ込んで、その時に多分やる計画だったんだろうな。多分俺 の勝手な妄想だけどね。本当にそうかは分からない、でも多分そうだと思う。だから着々とそのバード博士をやろうとしてるっていうあれはあったんだろうね。こっち、開かない。ナサニエル・バードのメール。グレッグ・テスター、市中変身をゲルク、ニュースを見てるな。このままでは例のウイルスが合衆国全土に治療拡散するだろう。このワシントンにはにも亡者の群れが押し寄せる。君にも危機が迫っているんだ。だが大切な友人である君だけに特別にこの災害から逃れる方法を教えてやる。今は私の手元にはワクチンサンプルが一人分だけある。これは言うなれば聖杯だ。家族や愛人にも分け与えず、君のためだけに保存している。君は学習国を背負って立つ人材だと私は誰よりも分かっているからな。君がこのワクチンを必要としているなら、どうか今すぐここから私を救出させてくれ。アンブレラを盗撮にだ。ペンタゴンに圧力をかけてくれ。君の発言力ながら軍を動かせる。UBCS を排除して、排除し、救助部隊をよこしてくれ。言っとくが、これは私個人のためじゃない。困った時はお互い様だ。また夜通し特別なパーティーを楽しもうじゃないが、とにかく時間がない。急いでくれ。君の友、ネイト。あの、の、ワクチン開発主任、
ナサニエル・バードだ。9月29日、午後11時。私には時間がない、そう痛感している。こんなやつでも、友達の一人や二人を思う心はあったんだな。私の名誉が少しでも回復されることを願う。やっぱ前言撤回だわ。今この町を襲っている災害の原因は全て生物兵器である T ウイルスの漏洩にある。まあそうね、 それが起きちゃったから。まあアンブレラ社だ。アンブレラは T ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、まあ、地下施設にも備蓄されている。そうかか、そうか、この…だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。そうか、もうこの、カルロスとかはもうそのことを分かってないんだよね。全て消そうとしている。そのことを多分知らないんだろうな。私はバカではない。私にも身の危険が…ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。ああ、そうだもんね。容赦なし。あ、いた。分かったよ、バード博士。ここ。うわ。これか？ワクチンサンプル。待ってろよ、ジル。少しの辛抱だ。お願いだから死なないでくれよ、相棒。タイレル、ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。町の惨状を見てないのか。無事にたどり着けたら奇跡だ。確かに。それ、言えてるぜ。いてよ。さすがに。さすがに笑けちまうほどにな。おっと、さすがにあんたらと遊んでる暇はねえんでな。俺の相棒が今傷ついて待ってんだ。よし、もう大丈夫だ。オッケー、よし。でもサンプルだからこれが効くのかどうかも。でも、いやでもバード博士を信じよう。頼む、聞いてくれよ。本当だよ、これで効かなかったとかだったらもう本当に笑えねえぞ。あれ、なんだ。はい、一体どうした。ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。は？10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。マジか。武器を調達しないと、外は敵がうじゃうじゃいる。確かに、ゴミが。よし、念のためだな、これは。これも念のためだ、念のためだ。よし、ちょっと、まあ一応持っとこう、単体でね。なに、ありがとう、ありがとう、耐えれる。よし、ちょっとそろそろ終わりにしようかなと思ったけど、最後にこの激戦をくぐり抜けてクリアしようぜ。奴らの侵入経路を断つ。バードのシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。わかったよ、相棒は。俺が簡単に死ぬ球じゃねえってわかってんだろ。全員皆殺しが希望のようだぜ。お楽しみはこれからだ。本当だぜ。
え、なにこれ、え、なにこれ、え、どこに設置するんだよ、え、わかんないっすよ、ちょっと、とりあえずな、あ、待って、そっちには行くな、あ、それあんじゃん、これだ、C4 爆弾は、あ、待って、持てねえや、あー痛いな、これブギー、あら、C4 爆弾とかどこに吸ってればいいんだ、C4 爆弾、あーマジか、痛い、バカ野郎バカ野郎、死ぬ死ぬぜ、本当に本当に笑えなくなっちゃうんだから、あれ取れない、C4 爆弾、 C4 爆弾、あー待って、取れなくなっちゃった、どこだい、あ、なに、おめえ何してん、近づいてんじゃねえバカ、ぶっ倒すぞ、あとは、ちょっと待って、組み合わせて、あ、なんだ、停電かよ、マジか、どこ、ブレーカーどこ、こっち開かないよ、いるじゃないのあんた、おらよくれてやる、お前だまず、痛いよーボケまずこいつらをさばいてから中入れる、これかで、閃光いっぱい、おー、ちょっと待って、死角にいやがった、こいつなんて野郎だ、うめえじゃねえか、戦い方としては完璧だぜ、なんだと、もう一回いっちゃった、なんてこった、笑えねえぜ、ほんと、は、おい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 、そいつらもいんのかよ、待って、おいっす、痛いな、やばい、死んじゃう、はっ、バカじゃねえのお前、まだまず、C4 爆弾どこに起爆するんだ、よかった、ね、忙しいな、あー入ってきちゃったよ、これはどうすればいいの、C4
爆発まで耐える。無茶なことを言うな。よし、時間はだいぶ稼げる。よし、ナイスショットは。よし、ゴーシュート。お、そして柱を崩す。あぶねー、間一発。無事か。いや、散々だ。だがとにかく終わった。生きた心地がしねえよ。いや、よかった。ワクチンがしっかり効いてる。ならよかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。ジルと似たよかったが運転があるな。やっぱあれなんだ。さっきのアンブレラの裏切りの件で多分決心がついたのだろうね。多分よかったよ。お、よかった。無事か。いい知らせだ。すべて終わった。町は安全だ。は？え？え？なんだこれ？という夢か？撃ってくれ、チル。夢を見たのか？夢であってくれ。うわ、夢だった。よかった。という夢を見たんだ。いや、夢にしても怖え。ここはどこ？何が起きてるの？市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日。嘘でしょ。そんなに経ってるの？そう言ってすぐ動き出す。決心が早いな、ジル。よし。ハンドガン。で、何？うん？あ、ちょ、何が強いの？え？待って。俺の気持ちが、な、ん？なんだ？ショットガンだった。よし、ちょっと待ってね。いろいろ持ちすぎよ。どうしましょうか。これ今何入ってんだ。多分これ、ちょっと待って。グレネードランチャー今何？マインスロワーダンだった。まあとりあえずマインスロワーダン、まあ、うん、とりあえず取り出していいか。ちょっと待ってね。これ強いんかな。ガンドガン G18 バーストモデル、どう強いんかちょっと見たいな。一度のトリガー、3点バーストのやつか。あ、でもこれどうなんだろう。使ってみる価値はあるかも。いや、待って、一回こっち使い終わった後にこっち使おう。それがいい。今入ってる弾を全部使い切る。それがいい。で、とりあえずね、今回はここまでにしたいと思います。ちょっと長くなっちゃったかもしれないですけどね。というわけでね、
ぜひ今回の動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。では失礼します。